ルチャンネル僕らの国会皆さんこんにちは令和んん6年4月10日に収録を行っています今回は経産省の研究機関パワハラ疑惑ということで4月の2日に行われた経済産業委員会での質問の模様をお届けします質問時間が45分もあるんですはいで普通は45分あると2人で分けることも多いんですが あ実は理事会で協議をしまして、どうしても丁寧に話さなきゃいけないことがあるってことを説明した上で、45分フルに政府と質疑をいたしました。したがって動画としても長くなっちゃうんで、まずそれを見てください。はい。はい、阿山茂春君、えー。皆様お疲れ様です、えー。今日も傍聴に来てくださった試験者の皆様ありがとうございます。 自由民主党の青山茂春です。私は不傷ながらいわゆる与党質問というのはいたしません。あくまでも国益と国民益のために絞って質問いたしたいと思います。まず、あ皆さんご存知のとおり、Google マップというものが、アメリカ資本によって、えー、サービスが行われています。実は今年で19年になるー Google マップのサービスでありますが、 そのために、日本の重要インフラがずっと晒されているという現実があります。今日は経済産業委員会ですから、その中で原子力発電所の構内についてお尋ねをいたしたいと思います。今申し上げたとおり、19年間ずっと原発の構内が細部に至るまで晒されています。念のため、先ほど委員会に入る前にもう一度、Google マップを見てきましたけれども、 今現在の原子力発電所がすべてさら、えー、されているという状況にあります。不、え、詳、ー、私は民間専門家の時代が長くて、議員になってからまだ足かけ8年でありますが、民間時代、このグーグルマップの当初の頃から、従ってもう足かけ20年にわたって、これはフィルタリングをすべきだと、あるいはマスキ,マスキングをすべきだということを申し上げてきたんですが、皆様、さっき、与党質問いたしませんと申し上げたとおり、赤裸々に申し上げますが、 政府は全く動きませんでした。で、その理由の一つは、政府だけを責めるわけにいかなくて、実は立法府にも大きな責任があって、これに関する立法が行われていないんですね。で、私個人も、あるいは政府も非公式にグーグル側に問い合わせもかつてあったわけですけど、例えばフランスでは、ちゃんとマスキング、フィルタリングが行われていて、テロ対策上、実は重要なことであります。 したがってもう一度申しますと、そのフランスは立法措置をしたから、それが行われているのであって、グーグル側の言う分によると、グーグルも諸国の法制度は守るんだと、日本には立法がないので、晒しているだけだという回答なんですが、先日ですね、十数年ぶりにようやく政府の側に動きがあって、これも赤裸々に申しますが、政府の担当官が電話なさったと。 で電話で、えーまあ、非常につれないことを言われて、ですね、えー、その話を私は知りまして、えーまあ、内心では憤って、表面上はにこにこと、電話ってわけにいかないんじゃないでしょうかと、グーグルの日本法人がありますから、そこに行って話をされてはいかがでしょうかと申し入れをしたところ、えー、実際に政府側はその動きをされまして、えー、そしてようやく、グーグルマップが始まって19年を経て、初めて、 グーグル側と対面をして、特に原子力発電所については、問題が大きいという指摘をなさいました。で例えば、当然お聞きの方は、じゃあ、自衛隊の基地はどうなるかということをお考えでしょうが、自衛隊の基地については、それこそ費用もかけてですね、その基地の側で一種のマスキングも行っているわけです、それは衛星情報というのは、今や北朝鮮まで、北朝鮮の主張によれば衛星を飛ばしている時代ですから、うん 軍事的に対応しているわけですけど、原子力発電所は当然、全部の施設の費用は国民負担に実質になってしまいます、電気代に。一括増加方式というのは見直しはされたとしても、されているとしても、結局は電気代に跳ね返るから、そういうことで、事実、例えば原子力警察隊がこれも不祥ながら民間時代に提案もいたして、今、実現をしていて、 実は当時は世界で唯一日本の原発だけは前哨と武装した機動隊が常駐しているということがありまして、今も続いていますが、その部隊配置、あるいはその警察車両はどこにいるか、あるいはずっと見られるわけですから、その警察官が MP5 っていう重要な武器を持って、どこに行き、どこに戻ってくるのか、その夜はどこに止まっているかも実質分かってしまう現状にあるわけです。 でこれを考えますと、テロ対策を考えると、重大な脅威と言わざるを得ません。でまず最初に原子力規制委員会え、今日は山中規制委員長にもおいでいただいていますので、え委員長にお考えをお聞きしたいんですが、え原子力規制委員会は、すべての日本の原発に対して非常に厳しい、えー、立派なあテロ対策の規制を実施されています。 日本の原発でテロが起きたことは実は一度もありません、事故は福島をはじめ起きていますけれども、テロは起きたことないんですが、それでも国民の安全のために、特に地域住民の方々のために厳しいテロ対策の規制を行っています、それなのに原子力規制委員会が、まあ、その前身の原子力安全保安委員も含めて、このグーグルマップの問題で動いた形跡は私の調べたところ、ありません。 それについて山中委員長としてどのようにお考えかをまずお尋ねいたします、はい、原子力規制委員会、山中委員長。お答えいたします。原子力規制委員会では、原子炉等規制法に基づきまして、事業者に対して必要な防護措置、例えば周辺の、施設周辺の立ち入り制限区域や、周辺防護区域を設けまして、 フェンス、センサー、監視カメラ等を設置するとともに、警備員による巡視を実施すること、内部教育対策として、防護区域等に常時立ち入りするものや、確実防護に関する秘密を知り得るものの信頼性を確認すること、サイバーセキュリティ対策として、外部からのアクセスを遮断することなどを要求しております。 これらの措置が正しく履行されているかどうかについて事業者が定める核物質防護規定の認可手続きや原子力規制検査によって確認しておりますご指摘の件につきましては一般論として原子力発電所の構内が映り込んだ写真が公開されることにより先ほど私が述べましたような 防護措置の実効性にがが生じることとあれば望まましくないと考えております原子力発電所のテロ対策は国家の安全保障上の重要課題であることから原子力規制委員会としては関係省庁と連携をして防護措置上の課題に対応するとともに法令上の権限を適切に行使し防護措置を万全に期してまいります。 はい君えっと、原子力規制委員会っていうのは、実は福島の後にアメリカの NRC をまあお手本にして作られた組織であります。で合衆国においても、こういうときに NRC が直接出てきて、うんぬんかんぬんっていうのは、あ私の知る限り、あんまり聞かないです。でしたがって、山中委員長としては、基本的なお考えとして、支障があれば、あ できる限りのことをやりたいというお考えを表明されたのは、そのとおりであると思い,ますが思いますが、さっき言いましたとおりその、電力事業者、えー、原発はいわば国策でありますが、実際の運営は民間事業者であって、そこに要求を厳しくしながら、あー委員長、もう一回お尋ねします、あえてお尋ねしますが、今の言葉と私はやや裏腹の実感がありまして、今まで、 例えば必要な政府機関と協議されたという形跡も感じません、そのことについて、今後どのように改善されるかについては、やはり山中委員長にもう一度お尋ねします、はい、山中委員長。はい、原子力発電所の防護措置は多重に講じられております。原子力発電所の構内が写り込んだ写真が公開されることの一つの事柄をもって、 防護措置の実効性が大きく損なわれることはないと考えてはおりますが、その一方で、防護にいささかも支障が生じることがあれば、望ましいことではないと考えております。なお、所定の写真が防護に支障が生じるものであるかどうかをお答えすることは、公共の安全に関する情報としては差し控えさせていただきます。ははいい、えっと、最後の部分そのどうううふうに差し支えるかはあー 原子力規制委員長とととししてははおっしゃらないいいうのはそのそりだと思いますただ、専門家の端くれとして申せば、さっき言いました、例えば原子力警察隊のいる位置と、それから例えば侵入者が侵入位置を考えると、どれぐらいのタイムラインっていいますけど、時間が稼げるのかとか、あるいは施設の強度もある程度、グーグルマップのような一般的な写真でも分かりますから、現実には支障がすでに生じていると。 国会議員の一人としてて考えていますでその上で,です、ね、これ実は担当の政府部局がどこなのか、広い意味では経産省ですが、でも違う視点で言うと、これ、例えば国家安全保障局、NSS になるわけですね、それで今日無理を承知で官房副長官においでをいただきまして、どちらかといえば直接的な担当の NSS も率いておられる官房副長官。 モリヤ副長官に答弁をお願いいたしたいと思います。はい、モリ内閣官房副長官。えー、まず阿部 <coughs> 先生ご質問ありがとうございます。えー、まず、えー、いわゆるですね、えグーグルマップに代表されるようなまあ、えー、地理空間情報、まあこれについての認識からお話をさせていただければと思います。まあ地理空間情報につきましては自然災害や 環境問題への対応そして産業経済の活性化豊かな、まあ、人々の暮らしの実現といった様々な社会問題のです、ね、解決に、まあ、今日大変な活躍をされ、えー、が期待をされているところでございますまた同時にです、ね、地理空間情報に関する技術進展のや衛星による撮、えー、像頻度撮、まあ、られる頻度でありますけれどもの向上等を踏まえ データの悪用リスク、まあ、先生がおっしゃっているような部分だと思いますけれども、備えた必要なルールの整備や各種措置等についての検討を行っていくことが必要であるというふうな認識を持っております。まあ、その上でございますけれども、現状であります、地理空間情報活用推進基本法の理念として、地理空間情報の活用の推進に関する施策に講ずるにあたってはというところがございまして、 国の安全等が害されることのないように配慮されなければならないと謳われております、さらに2022年,年12月に閣議決定をされておりますけれども、国家安全保障戦略におきましても、地理空間情報の安全保障面での悪用を防ぐための官民の実効的な措置の検討を速やかに行うとされているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、先生、今ご指摘をいただいた件も含めてまして、地理空間情報の適切な活用の在り方につきまして、関係省庁が連携をして、必要な取り組みを進めていくことが重要であるというふうな認識を持っております。えー、重ねて先生、えー、委員からご指摘されましたように、諸外国の情勢、刻、えー、一刻と変わっているようでございますので、こうした諸外国の、えー、情勢等、 あるいは取り組みもです、ねえー、含め、引き続き各省と議論を進めてまいりたいと思います君今の副長官のご答弁は、あの事前に何もすり合わせしてませんので、今、もちろん初めて聞いたんですけれども、とても意義があると思います。というのは、最初にグーグル側が日本には法が整備されてないと主張が行われていると聞いているわけですけれども。 直接じゃなくて、交渉した政府側から聞いているわけですが、今の副長官のご答弁で、現行法でもやられることがあるという答弁を始めていただきたいと思います、これを踏まえまして、包括的に、えー、経産大臣にお伺いいたしたいと思います。斉藤国務大臣あの敬愛すする小山委員のご発言ははは個人的にい、ね、いろろろ思うところはありますが 経済産業大臣としては、この核物質防護につきましては、原子力規制委員会において判断がなされるべきであると考えておりまして、原子力規制委員会において、関係省庁とも連携をして、防護措置上の課題に対応していただけたらと思っています歌山君。あっという間に15本経っちゃいましたので、えー、次の質問に移りたいと思います。えー、半島ににおきましてシカ原発に 様々な事象が起きましたでただし、えー、ウィーンに本部がある IAEA ・国際原子力機関の基準、国際原子力事象評価尺度、略語で INES と言ったり、日本では ENES と言ったりしますけれど、えー、これで定めた重大事象というのは一切起きていません。えー、ところが、えー、報道でありましたり、まあ、週刊誌も含めた報道でありますと、 あたたかも重大事象がが起きたような風雪がしきりに流されていますでこのことは今日時間があればお伺いしたいんですけど、福島原子力災害についても、地震で壊れたんだとで、政府も、いや、電源喪失が事故の原因ですとおっしゃっていますが、その電源を失うというのは地震で起きたんじゃないかという誤解がまあ今も続いていて、事故の最中に入ったあ、まあ、いわゆる専門家は私一人でありますが、地震で壊れた形跡はありませんでした。 でそれを考えますと、四賀原発について、もちろん改善点は多々あれど、重大な事故は起きていないと、つまり日本の原子力発電所の地震の備えというのは、福島以前から地震の揺れというのは16加速度で表されますが、その想定以上のものが来ても、実は原発は壊れていない、福島は別な原因であったということを考えると、四賀原発でポジティブな面、 あのひどい地震があって、えー、耐震構造がない民家においては、2階が1階を押しつぶして、たくさんの日本国民同胞が犠牲になられたという悲惨な現実が今も続いています。でそれを考えれば考えるほど、四賀原発で起きたポジティブな面、地震では重大事故は起きてないということを、お国民に、えー、お知らせして、一緒に考えるべきだと思いますが、 これも私が見ている限りは、政府も原子力規制委員会も積極的にこの地震で壊れることはなかったと、重大事象が起きることはなかったと、壊れることはなかったという表現は適切ではないですね、重大事象が起きてないということを国民に知らせていないという感じを受けておりますが、これについては、まず斉藤経済大臣のお考えをお聞きします。はい斉藤大臣 あのご指摘のようにです、ね、原子力発電所の運営にあたっては、地域や社会の皆様にです、ね、不安を与えないように、その状況等について丁寧に情報発信すること、これ、大事だと思っています。で今回の,です、ね、の担当自身に関しましても、私はあの最初からずっとあのこの問題、担当してきましたが、私は資源エネルギー庁幹部から、北陸電力に対してもです、ね、地元や社会の皆様に不安を与えないように、 可及、まあ、的速やかに信頼できる情報を丁寧に発信することを徹底するよう、これも随時指導をしてきていますし、またあの、電気事業連合会に対してもです、ね、国民の皆様への丁寧な情報発信が重要である旨を指摘をしてきています。 われわれもさまざまな工夫をしながら発信をしているわけでありますが、なかなかです、ねえー、これが思うようにいっていないというのもお事実で、えー、あります。引き続きあのお情報発信に取り組むように、われわれも驚きしますし、指導していきたいと思っていますが、もし青山委員にこれならいいというアイデアがあれば、また教えていただければなたいいと思います青山君大臣あの、いいアイデアとおっしゃったんですけれども、いいアイデアとまで言えるかどうか分かりませんが、 大臣をご存じのとおり、記者会見を丁寧になさればなさるほど、一部を切り取られて報道します。例えばあ、避難誘導に課題があるかどうか考えなきゃいけないと言ったら、いや、避難計画はまだ不十分だということだけ強調されますよね。だから大臣会見の冒頭でですね、さっき私は壊れていないって表現は適切ではないと、自ら申しましたけれども、重大な破壊は起きてないということを冒頭におっしゃればですね、 えー、そこは切り取りがあっても、そこが、まあ、大臣に対する批判も含めてですね、あるいは原子力再稼働の政策に対する批判も含めて、論議が巻き起こって、逆に斉藤健経産大臣は重大事者は起きてないということを強調したと、だ大臣にとっては、まあ、傷がつくかもしれませんが、そこの部分は、これ、本来の意味で人口に解釈するわけですよね。人のの口に昇らないと議論がでできませんので そこのところはいかがでしょう、もう一度。斉藤大臣あの原子力発電所に傷がつかなければ、私にいくら傷がついても構わないんですけれども、ただですね、この原子力発電所の安全性については、私が発信をするのがいいのかどうかっていうのは正直ありまして、われわれは原子力規制委員会がこういう発信をしているということを、やっぱりお伝えをするというところが限界なんじゃないかなというふうに思っています。青山君今くしくも まず、あ、斉藤大臣とも打ち合わせはしてませんが、えー、原子力規制委員会の役割についても言及はありましたじゃあ山中規制委員長この発信についてはいかがでしょう山中委員長、えー、お答えいたします、えー、原子力規制委員会ではあ本年1月1日地震,地震発,発生直後から、えー、ホームページや会見、えー、SNS を通じて 原子力発電所の安全を確認する上で重要となる,止まる、止める、冷やす、閉じ込めるに影響のある問題は生じていないことや、モニタリングポストの値に異常がないことを確認している旨を発信してまいりました。また、1月10日、2月7日の原子力規制委員会で、地震における原子力施設の状況やその後の対応についての取りまとめ、 その内容も公開ししてままいりましたさらに2月の8日には地震発生以来野党半島地震に関して発信をしてまいりました情報等を分かりやすく整理をしたページを原子力規制委員会のホームページ内に作成をして公開をしたところでございます今回の経験も踏まえまして規制委員会といたしましても引き続き分かりやすい情報発信に努めますとともに 発信のあり方についての継続的な改善に取り組んでまいりたいというふうに考えております青山君、えっと。今の規制委員長の話はもちろんあの丁寧に説明されてますし、実際にホームページも含めて、原子力規制委員会は詳細に発信をされてます。ただですね、これもあの山中委員長、聞いていただきたいんですけれども、不、ま、詳、あ、私は19年近く記者生活もあり、 メディアがどこに注目してくるかっていうのを、まあ、体験上分かっております。で、その中の一つでいうとです、ね、例えば今回、北陸電力から間違った情報も流されたんですよね、例えば変圧器の火災運動についてもそうです。で、この間違った情報が出たってことについて、原子力規制委員会として、ネガティブな面もポジティブな面も、両方発信すべきだと思うんです。 これはまあイメージ君も斉藤大臣がおっしゃったとおり、むしろ原子力規制委員会の仕事であって、それは例えば誤情報が出たってことのネガティブの面は、発電所自体、あるいは北陸電車本社自体、まあ、電磁連台まで含めてです、ね、正確に事態を把握するのが遅れたということがこれ、重大なことなんで、その点を指摘すると同時に、しかし、この誤情報で何か重大な事態に立ち入ってるわけじゃないと。 例えばあの、もちろん IAEA、e、とも協議されてますから、IAEA、e、から見ても、原発で事故が起きたって認識になっていませんので、これ、僕自身が IAEA に確認してますで。したがって、こうやってちゃんと情報に対する反応を切り分けて、原子力規制委員会はこう静かにしているだけではなくてこう、静かにっていうのは、この冷静な発信だけじゃなくて、国民に伝わる発信を委員長自らお願いしたいと願います。その点についいてはかかがでしょうか、はい、山中委員長 ご指摘いただきましたように、情報が、状況が時々刻々変化する中で、事業者から規制庁に不正確な情報が報告されることもございます。正確な情報が得られれば、直ちに訂正をしたり、状況が落ち着いた後により正確な情報収集に努めるなど、ご指摘のとおり、極めて重要なことであるというふうに考えております。 まず事業者に現場の状況の正確な把握と速やかな報告に努めていただくことが大切だというふうには考えておりますけれども、原子力規制委員会においても、発災直後からホームページや会見、SNS を通じて、情報発信を行ってこれまで来ておりますけれども、引き続きその充実改善に努めてまいりたいというふうに考えております。山君 山中規制委員長におかれては、まあ、一生懸命答弁してくださったと思いますが、私は十分な答弁だとは実は考えません。ただ、あの問題提起を受け止めていただいて、この答弁がどうじゃなくて、その実際の行動で示していただければと願います。次次ののの質質問問なんででですが3問目はは実実この委員会室に入ってくるまで実名で全部を お話するべきかどうかを迷ったままこの入ってきました。で、えー、具体的に申しますと、まずテーマは、氷層型メタンハイドレートのことであります、えー。議員になって足かけ8年ですが、ずっと経済産業委員会なので、この自前資源の話は今まで何度もいたしました。それで、まあ、すごく短く申しますと、日本に自前の資源がないっていうのは、陸上の資源のことで。 えー、例えば宇宙と海を考えると両方ともフロンティアですが宇宙は上っていくとですね今僕らが体験している一気圧が減るだけでそれだけですから要は宇宙服着てれば宇宙空間に出ることもできますところが海の中はもっともっと難しくてどんどん圧力は増しますから、えー、丈夫なドンら外,外角ですねでくるまれている潜水艦でも実際には数百メートルしか 持ちません海洋資源は例えば日本のレアアースで言いますと南鳥島のレアアースは海底か海中の海底5000メートルでありますからとても人間が手を出せないという前提になっていたわけですそれが海中ロボットの発達によって実は手が出せるようになって実際にこの南鳥島のレアアースはパワーグラブっていうんですがこのこういうロボットの手ですねそれでグワシと。 一部の人にはわかる表現ですが、ぐわしとつかんで、これをその持ち上げて、海面に出たところで逆向きにして、その泥を調べたら、レアアースがたくさん入っていて、たくさんっていうのを具体的に言うと、中国の陸上産のレアアースの純度の20倍入っていたわけです。だからこの手を伸ばしていくコストさえ解けていければ、日本は海の広さは世界で6位、体積でいうと世界4位ですから。 国連加盟国だけで193か国ある中の6番目、4番目ですから、実は隠れた資源大国ということができるわけです。で、そのうちの1つがメタンハイドレート、えメタンは天然ガスの主な成分で、ハイドレートってかん簡単に言うと、凍ってるものだと思えばいいんで、凍ってる天然ガスですね。で、これを政府は砂層型っていいまして、太平洋側にある砂に潜り込んでるやつをやってきたんですが、これは、 努力は続いてて、それは評価しますけれども、例えばメジャー石油資本はさほど注目してない、なぜかというと、太平洋は深くて、砂の中に埋もれてんだから、埋もれてるんだから、それを取り出して砂と分けるだけでコストかかるから、在来型のガスや天然ガスと比べて競争力が低いんじゃないかということで、い、まあ、わばこれ,やっ,てれば安全なやってても安全なんですよ、国際メジャー石油資本のお支配に挑戦してませんから、ところが、表層型、文字通り、 海底表面に現れてしまっているメタンハイドレートというと、これ、日本側側に多いんですけれども、これだと、実用化すると、下手をすると、今までの在来型のガスや石油よりも、ガスですね、ガスよりもコストが安いので、これはまあ、国際社会でも注目されているわけですね。で、このことについて、実は研究者時代の私も含めて、民間がたくさん努力をして、当然コストがかかりますが、全部自費で、 そしてそこから得た成果や技術は売らないので、一度も、1円も売ってませんから、利益はゼロです。でもその努力はようやく最近、経産省に理解されて、例えば、n h 庁のいわゆる石天化ですね、石油天然ガス化、これ、何のことかというと、粗悪なガスや油でも海外から買うことだけを、いわばミッションにしてたわけです。これがついにに資源開発家に名前が変わって 自慢主義の開発やりましょうになったわけですでまだ不十分ですけど、予算もついて、やっとこの官民連携でやれるなと思ったら、そこに新たな障害が出てきました。で、これは組織の中の抵抗です。で、どこの組織かというのを実名で言うべきかどうか、本当にさっきそこの入り口入るまで悩んでいたんですが、まあ、あの実名を出すかどうかは、斉藤大臣にお任せします。 ちょっとずるいですけど。というのはですね、これあの、私の質問を受け止めていただいて、経産省の中でもし調査されて、国会質問で出たような事実と、相ごがないと思ったら、経産大臣の判断で、そのまあ、実名といいますか、実は組織の中に指導力を発揮していただいて、変えることが必要だと思います。今、私が申すのは、あくまで私の視点ですが、ただし、 まさか国会質問で、この思い込みとか噂とかで質問しません、えこれは実は、経産省の担当官の方があ、実際に被害に遭われた人のところ、被害です、被害に遭われた人のところに行って確認をされ、えそしてもう一つ事例が起きたんですけど、それは現場にいらっしゃった、え経産省の良心的な担当官、この被害者に会いに行くということ自体が、僕は立派な行為だと思いますが。 その担当官が確認されたことでありますから、今申します。で、今申しました通り、組織の名前はあえて伏せます。伏せますが、経産省傘下、つまり経産省所管の研究機関の一つです。それはたくさんあります。でも、他の機関に誤解がないようにはしたいんですが、まあ資源に関わることっていったら、大体実は分かるわけですが、そこの方のお一人がですね、まず一つの事例は、 日本海側の地方の国立大学で、教授をなさっている方に対して、その、あなたのやってることは理解できないと、で、こんなのいくらやってもだめだと思うということをですね、3時間にわた,わたって、えー、おやりになって、えー、これはまあそれだけでも、いわゆるいじめ、あるいはパワーハラスメント、この経産省があって、その所管の、えー、研究機関があって、国立大学っていうのは、 大変偉いのかと、東大をはじめ、そう思う人多いでしょうが、実際は予算を決めていくのが、その研究機関の方ですから、圧倒的な力を持っているわけですね。で、その立場で3時間を超えてやられたので、実はこの国立大学の、地方の国立大学の教授が、もうこの研究チームから出たいということをおっしゃってですね、で、これ、新潟で例えばメタンハイドレート表層型を地産地消で、 まず地元で使っていくと、この今まで開発が遅れてた、つまり過疎に苦しんできた日本海側に大きな新しい機運が、希望が生まれますから、その地元の国立大学の教官がいらっしゃるというのは一番大事なんですよね。それでさっき言いましたとおり、経産省の担当官がその日本海側まで行かれて、もう一回言います、僕はこれ、とても評価しますが、行かれて。 そしてその教授と会われたけれども、教授は、もうつくづく嫌気がさせましたと、この、まあ、いじめとはおっしゃらなかったようですけど、もう苦しすぎますということで、離脱をされること、意思を変えられなかったと、そしたら他の国立大学の教官と、それからこのチームに入ってくれている民間企業、まだ売上ゼロですから、赤字ばっかりですけど、この民間企業がそこの現地に行って説得したら、少し気持ちを変えられたと。それで 実は経産省といろいろ良心的な方々と相談もして、この研究機関の人を1人でやってると、権限が集中してるので、そこに別な人も入れて、この弊害が起きないにしようということになったんですよ。それがですね、この3月27日、ついこの間ですよ。で、そのいわば新しい体制で、国立大学の教官や民間企業と打ち合わせをしたところ、その新しくやってきた人がですね、 もともと砂層型の専門家であって、表層型はあまりご存じないにもかかわらず、これは在京の国立大学の、これも現職の教授に対して、あなたの実験装置はおかしいと、私の作った実験装置の方がよっぽど立派だと、あなたは無駄なことをやっているということをおっしゃって、そこに経産省の担当官がいらっしゃって、あまりのことに驚いて、そんな話はもうやめなさいと言って、そこで終わったと。で、私はですね、 ここで一つ、斉藤大臣に提案したいんですけれども、もうこういう方々も、さっき言ったポジティブな面をお持ちだと思うんですよ。なかなか報われないのに自慢資源の開発をずっとやってこられたわけですから。ただしですね、やっぱり今までの思い込みが深すぎて、もしも資源になるなら、砂層型であって、表層型はあ、例えばまだまだ道のりが長いという思い込みで接しられたり、 あるいはその強い権力を背景にされると問題が生じるので、むしろ新しいチームを作って、ですねこれ、皆さんあの、これも知っていただきたいんですけど、この経済産業省の傘下で研究機関があるけども、実動部隊っていうのは、経産省にいるわけじゃないんですよ、NHK にいるわけじゃないから、実際の実動はこの研究機関と、さらには国立大学の先生たちや、あるいは民間企業が加わるのは加わってやるわけですよね。 でこういう構造は簡単には変えられないので、まずはその研究機関に新しいチームを一新して作るべきじゃないでしょうか、もう一つだけ最後に申しますと、今回の件ではやっぱりちょっと私、ショックを受けたのは、その経産省、エネ庁の心ある担当官の方々が複数ですけど、研究機関の中に新しいチームを作るってこと、あそれに関してですね、どういう人たちが、 実際どういう動きしてるかをご存じない、ほとんど、したがって、せっかく複数のチームにしたのに余計問題が大きくなったようなことが起きましたから、経産大臣のリーダーシップで、えー、もともと権限はお持ちですから、新しいチームを作る、そのことはいかがでしょうかはい、斉藤大臣。つれない答弁になるかもしれませんが、実態を正確に把握させていただけたらと思います。ははい、はい、山君、えっと、この質問に関しては あのとりあえずお聞きいただいて、実際の調査をなさっていただくと約束があれば、今日のところは僕は十分だと思います。その上で、あ,のあくまでフェアに調査していただくことをお願いします。残り、えー、ちょうど10分ですけど、次は中小企業の問題に移りたいと思います。えー、今日はあ大臣の所信に対する質疑でありますから、大臣はその所信において、脱デフレの千載地区のチャンスと表明されました。 でえー、それは例えば、先の春闘で大企業の賃上げがまあ5%を大きく超えたということも含んでおられると思いますが、最大のポイントは実際は中小企業であります。私はまだ2回しか選挙やってませんけれども、選挙戦でいつも訴えたのは、例えばトヨタの車が安全なんじゃないと、本当はトヨタ傘下の中小企業が作った部品や、あるいは技術が安全なんだあって、トヨタはそれを見事に組み立てて、うまく売ってるということでありますから。 中小企業を考えないと、この脱デフレっていうのは本当はうわりに終わると思います。でそこで私は、これは省庁が違うんですけど、法務省を中心に特定二号、いや特定技能2号のように、私はこれは実質的な移民だと申していて、こういう方々、私は外国人の友達大変多いですけれども、しかしこの実質的な移民の労働力を入れると、賃金の下押し圧力になります。 で実際、私のところには、私は団体支持の支援も全部お断りしているので、自由な立場の主権者、特に中小企業の労働者から、実は人手不足じゃないと、人手不足じゃなくて、賃上げしないで済むような労働者で固めたいという現状が会社にありますというお声もいただいています。それも踏まえて考えると、えー、斉藤大臣にお聞きしたいのはです、ね、外国の方々を入れる前に、日本の高齢者、 定年を過ぎてもまだ働く意欲や体力をお持ちの高齢者、それから女性、えー、女性の登用はずいぶん進みましたけれども、しかし現実には、例えば女性の中には、えー、お子たちを生まれる方もいらっしゃいます、そうでない方もいらっしゃいます。でも、子供を産んだ後にですね、ちっちゃい子を育てていて、そして戻れる状況になったときに、職場に戻れない。 少なくとも現状、元の姿ですね、に戻れないっていう方が、女性に依然として日本、特に多いです。それから若者について、えー、これは例えば政府の担当のところに聞くと、非公式なお答えですけれども、だいたい140万人の方が、いわゆる引きこもりになられていて、その中の推定半分の70万人以上が、本当は働きたい方だと。そうすると、もう一度申しますと、外国の方々を自主的に移民として入れる前に、 日本の意欲をお持ちの高齢者や、あるいは子育てと両立して働きたい女性の方、あるいは引っこもりを自らの意思があればやめて働きたい、こういう高齢者、女性、若者が中小企業で良い労働条件で働けるように、経産省が中小企業対策、いっぱい経産省なさっているんですが、この労働力の問題について、ここの部分は私はいわばまだ満たされてないパズルの一個ではないかと考えてますので、大臣、お願いします。 はい、斉藤大臣あの高齢者やです、ね、女性、あるいは若い人も含めまして、私はあの彼らが働きがいを持ってです、ね、中小企業で働けるという環境を作るということが、まず何よりも大事で、今あの、私の所信ので申し上げましたように、かなり大きなその賃上げのチャンスが巡ってきているわけでありますので、このチャンスはまずものにしたいと。 いうふうに強く思っていますので、まあ、そのための働きかけというのは、私があの17年ぶりに経済産業省に戻ってきての印象ですけど、まあ、かつてでは考えられないぐらい強力に公正取引委員会も含めてやってきてるなと、だからまずそこを手前の問題として努力をしていきたいというふうに思っています。その上で やっぱり稼ぐ力がつかなければ、中小企業は賃金も上げれないし、えー、満足な労働環境も提供できないということになりますので、そこでどのくらいの,あの後押しができるかということが次の課題になってくるんだろうと思っていまして、まあ、それに向けては、革新的な製品サービスの開発ですとか、 あるいは IT 導入や人手不足に対応した省力化投資ですね、こういったものも大事だと思いますし、あるいはもう新規輸出みたいなものですね、こういったもの、販路拡大も含めて支援をしていくことが大事だと思っています、それであのまずは賃上げ促進税制、今こういう局面ですので、重要ですので、これについても前例のない長期となる繰り越し措置の創設など、講じさせていただいて、 赤字でも何とか人材を確保しようとする、まあ、中小企業の後押しができるのではないかと思っていますしあの、多様な人材の確保や活用を進めることが重要でありますので、まあ、各地域にです、ね、セミナーやマッチングや人材活動ガイドラインの活用によって、中小企業の人材戦略策定みたいなものをです、ね、後押しできないかという努力もしているところであります。で加えてです、ね、まあ、あの外国人の話がありましたけど、 まあ我々もです、ねまあ、元前法務大臣としてもです、ね、その外国人問題は真剣に取り組んできているわけでありますけれども、やっぱり特定の業種に限ってどうしても必要だという部分は現実問題としてありますので、そういうところにです、ね、一定程度専門性技能を有する外国人材を受け入れるということは、あのその必要あるんだろうとううに考えていますが、ただ、特定技能2号制度におきましても、 外国人材というのは対象となる職種分野に限って、限って就業を認めるということにしていますし、また在留期限前に厳格な審査を経て更新を認めるということですので、無期限の在留を認めるということにはなりませんので、そういった運用をしながら、微妙な舵取りになるかもしれませんが、しっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っています君えっと前法務大臣としても答弁いただいたような、 な気がしますけれど、まああのここで議論することじゃないけど、本当は特定技能2号の中で、例えば鉄道分野について、導入、私は反対です。で、その上で、ですねもう1個だけこ,このことで提案いたしたいんですけど、線引き難しいにしても、高齢者、女性、それから若い方々の日本人労働者を雇用したときにです、ね、非正規じゃなくて正規として雇用したときに、 例えば、さっきあの優遇措置でおっしゃいましたが、減税を行うと、これ、財務大臣なじゃないから答えられないではなくて、その税制度のあり方っていうのも、例えば各省庁からのデマンドによって決まっていくわけですから、この減税、思い切った減税についてはいかがでしょう。斉藤大臣、まあ、あのストトレーななな答えにっってないかもししれませんが今回のです、ね、ややぱりあの、えー、雇用を増やした 場合その賃金を増やした場合には、ですね、まあ、減税するという制度、すでに講じています、まあ、ただあの若者、あの女性や高齢者に絞ってる話ではありませんけれども、まずこれも活用していただくっていうのはまあ当面、えー、すぐできる話ではないかなというふうに私はあの大臣、まさしくおっしゃったとおり、むしろ絞ってですね、あの高齢者、女性、若い人に絞ってやると、非常にはっきりすると思ってますので。 ご検討願いたいいたと思いますあと3分なんですが、あの先ほどちらっと申しました福島のことを最後に申し上げておきたいと思います。これは志賀原発のこととも関連ですので、答弁も最後にいただきたいと思います。さっき言いましたとおり、2011年4月22日に当時の吉田正夫所長から許可をいただいて、事故が進行している最中に現場を見たのは、専門家としては、 効果不効果私1人になってししままいましたでその時に、えー、分かったこと、いくつかありましたが、まずその原発の中身っていうのは、まあ、パイプだらけなんですよねで。もちろん一部しか見えませんでしたが、パイプって一番細いものだとこのボールペンぐらいです、サンプリングラインっていいますけどで、一番太いものだと奈良の昔のお寺の柱みたいに太いんですが、パイプですから全部継ぎ目があるんですが、パイプがずれてないわけです。だからパイプの継ぎ目がそのままであるってことは、 あの福島で起きた重力加速度はいくらかっていうのは、まだ最終的にやっぱりあの特定できないんだけど、おそらく700ガルから900ガルぐらいまでいった、想定よりはるかに多いですけど、地震では壊れてないんですよ、じゃあなんで事故が起きたるかというと、津波の被害ということになってるんですけれども、吉田所長の許可を得て、海側に初めて入りました、まだ作業員も入ってないところに、そうすると燃料タンクとかですね、例えば巨大トレーラーが吹き飛ばされてる。 でもそれは実は津波の被害っていうのはそこでエネルギーが減衰して、ひたひたと水が染みただけなんですよね。で、ひたひたと水が染みたっていうのを吉田所長に提案して、私はあのとき、免震灯に戻ってから映像を確認したら、文字通り津波のショックは終わってて、ひたひたと水が染みて、地下の配電盤が濡れたので、電気が来なくなって、燃料棒が溶けて、燃料棒が溶けただけのメルトダウンだから、一番軽い軽金属のセシウムやヨウ素しか、 環境に出出てていかなかかかななっったた重いプルトニウムは出ていかなかっただから、放射線障害による直接の死者はなくて、災害関連死は4000人を超える悲惨なことになりましたが、チェルノブイリとは全然違うということになったわけですね、そうしますと、何が言いたいかというと、今回の滋賀原発で重大事象にならなかったことと合わせると、地震によって壊れるのが日本の原発ではないと、原子力発電所は全部とは言いませんよ、他国は正直分かりません。チャイナのの原発は私見ることがでできませんのでわかりませせんんかり 日本の原発については地震の直接被害で壊れることはないというのを考えると、福島の原因調査をもう一度滋賀の経験を含めてやり直して、この IAEA の基準で今、レベル7になってしまっていることを改善すべきじゃないでしょうか、これは斉藤大臣に最後お聞きしますはい斉藤大臣まあこれもご満足いただく答弁になりませんが、これ、安全そのものに関する議論でありますので、えー、経済産業大臣の立場での答弁は控えたいなと思います。 <laughs> 歩夢君、3日はい、終わります、はい、ご覧になった方、主権者も、それからひょっとしたら行政官の方々、あるいは国会議員もショックを受けた人いると思うんですが、これって実はこういうことなんですよね、国民が知らない主従関係があるわけです。で、質疑でも申したとおり、民間の努力として自前資源をやってるときに、売らないので、当然。 売れないから利益ゼロですよね、うん、そうやってまあ積み重ねて苦労してで、えー、国が予算つけるようになりましたねで国って具体的には経産省ですよね経産省がこう予算をこ財務省とも交渉して、えー、これ予算を取りますよねそうするとその実行はですね経産省じゃなくてその下の研究機関などに行くんですよだからこういうピラミッドにまずなっているよう に思ってくださいねでその実行機関も実はものすごく人数少なかったりするから実は大学の先生方とあるいは民間系の技術者とこう連携するわけですけどそれがまず経産省と研究機関の間に断絶があってちゃんと指揮する権限があるのに実際は何をしてるか知らないんですよ。で最後に上がってきた結果だけ見て普段のことを全然知らない。 ね、そうするとここは市場関係は本当は歪んでるわけですよね、うん、こっちで好きなことできちゃうでこっから下ですねこの研究機関と国立大学の共感が多いんですけれどもああのもちろん私立を含めた大学の先生方や専門性のある民間企業との間は完全な市場関係になってて、うん、あの本当は質疑ではあの相当柔らかく言ってますけどお実際はその。 大学の教官に対して何時間もそのあなたの実験なんか意味がないとかねあるいは別な教官にあなたの実験装置はくだらないものだと全然分野が違うのにそのご自分のつまり研究機関の方がご自分の実験機器の方がはるかにいいって実際に言ってでこれはその述べた通り僕は勝手に言ってんじゃなくてもちろん たくさその今言いました経産省の担当官がこの例えば3時間ーパワフラーを受けた教官のところに行って事実関係を確認してるわけですよね、うん、それからあの別な大学の先生にあなたの事件危機がどうのこうのって言ってるっていのはその現場にいてだからその経産省のこの指導権っていうのは全然気にしてないってこともあるわけですよね。うん でこれはおそらく大臣にとっても、まあ、初めてあの見分されることであろうと思いますからあ大臣はしっかり調査されるとおっしゃいましたので、えー、この件はそれを待ちたいいいと思いますはい、では今回のテーマは以上にしまして、うんえー、今回は女よ大使を抱けにいただいた感想をご紹介したいと思います。 ちょっと何分割かで分割させて読ませていただきますはいそうしてくださいまず表紙を拝見してすごくワクワクしましたお<ー>今にも動き出しそうな空と海の青に白字のタイトルが映えますね女よ大志を抱け無限に広がるであろう青に勢いのあるタイトルが描かれると無限の可能性を信じようと言われているようです カラーページを見た時は内容が理解できるか心配になりましたが丁寧な解説で何とか理解することができました時間はかかりましたが楽しい語り口で苦にならなかったです青山千春博士の生き様について「うん、私は現在2人の子育て中ですが、はい、人生まだまだこれからだよ」と励まされているような お尻を叩かれているような気持ちで読みましたしっかり子供と向き合った上で夢を叶え社会にも貢献する理想の生き方ですがそ,ですそこに至る道はやはり平坦ではないですね。うん、たゆまぬ努力諦めない気持ち、うん、決断力正直どれも苦手なことばかりですが子供も私も幸せになれるよう頑張りたいと思います。ま大丈夫です、はい、青山千原博士の実装はめっちゃ気が弱いです。 <laughs> 超人見知りでもありますそれをまあカバーするのが私の役割でもありました、えー、気が強い何でも突破できる人では全然ありませんそれがこうやって成果を国民と国のために出すことができるので自分を信じてやりましょうはい、はい、ぜひこちらの感想を青山茂のブログのコメントまでお寄せくださいち青山んはブログも何も何全然やらないので えー、やむを得ず私のブログに下さればと思いますはい、はいえー。それでは独立講演会のご案内です、はい、5月の11日東京にて開催されますこちらの申し込み現在受付中です4月16日の13時までとなっておりますぜひお申し込みくださいもう締め切り直前ですが会いたいですねお会いしましょうそこで内緒の話を総裁選に向けてたっぷりいたしましょうその時にその話は内緒だけど公然と 腐った自民党を叩き直すための自由民主党の全く新しいしがらみの一切ない初めての党員になってくださるようお願いします決心してくださればあとは三浦秘書が応対しますはい動画の下の説明部分概要欄の URL からお申し込みいただけますお待ちしておりますそして最後にチャンネル登録シリーズジェスチャー編ですはい今日のジェスチャーは です。謎解きは次回。チャンネル登録を誰にお願いするかというと、まあ、これ一応館内の壁ですよね。おお壁にお願いします。はい、はい、はい、何でもありでございますが、皆さんは何でもあれあれなんですか？<laughs> 壁も海上自衛官を守ってくれているので。はい、皆さんチャンネル登録をお願いいたします。ます今回もご視聴ありがとうございました。